県内の感染者は先月のピーク時に比べ大幅に減ってきています。専門家はこの現状について感染を抑え込んでいる状況にはないとして対策の継続を呼びかけています。厚生労働省クラスター対策班で東北大学の上崎太郎助教です。感染者が減っている理由は複数の要因が絡み合ってのことと分析しています。減少に至った理由は説明するのが非常に難しくて、いろんな要因が絡んでいるんだと思います。それこそ言われているような人流だとか、それからワクチン接種だとか、はたまた、事態宣言によって、行動制限、特に制限がかけられているところもありますし、それから県民の皆様の自粛的、自発的な自粛というのも大きい要因かなと思っています。ただ全国的に低下傾向の中にある、宮城県も同じように、減ってきている傾向だと思っていますので、どのタイミングで次の流行波につながるのかっていうのは注意深く見ていかなきゃいけないのかなというふうに思います。上垣助教は1日あたりの感染者が数十人規模で推移していることから感染が抑え込めているわけではないと分析しています。いつ増加に転じるかわからない状態で対策の必要性を訴えています。全部 の措置が解除されているわけではないですので、一部地域で、自粛をお願いしていたのが解除されているというだけですので、我々の生活としては今までと同じように、感染予防行動を取りながら、生活していく必要があるとは思います。ワクチン接種というのが進んではいますけれど、まだ受けてない方がたくさんいらっしゃいますので、その人たちのことも考えると、やっぱり個人が、それぞれ自身が感染しない、感染させないというような行動というのが大事かなと